とりあえずマフラー磨きが終わったので、このステーの部分のサビ、もらいサビがね結構ひどいので、この部分、あんまり磨きすぎて、まあ、肉痩せしても仕方ないので、このサビチェンジャーというね、あのサビの添加剤、転換剤、これをね塗ってみたいと思います。サビの上に塗ることによってで、まあ、化学反応で、まあ、錆を止めるというね、そういうものなんですが、これを一応ね錆の部分に塗っておきます。これを塗ることによって錆自体が、まあ、黒錆というかね、あの錆、それ以上錆が進行しづらくなるというね塗料なんですけども、これを一応塗っておいて、本当はそしてこの上にね、あの耐熱塗料を塗るというような、そういう形にしとけばいいと思います。ステーはこれステン、同じね、あのステンレスでできているんですが、まあ、溶接の時とか、まあ、そういうところでね、あのどうしても熱が加わるので、錆びやすいというか、まあ、主はやっぱあの鉄分が付着してそれが錆になって進行していくという、あの、まあ、もらい錆というね、そういう状況だと思いますけども、まあ、この辺本体にもね、いろいろもらい錆の部分はあったんですけども、まあ、そういうところは、まあ、なるべくね落として、磨いたので、大丈夫だと思います。マフラー磨き終わったので、全体のね細かいところを見てみようと思います。だいぶね綺麗に仕上がったとは思うんですけれども、当初のまあ、茶色くね焼け焦げたというか、ステンレスがまあ若干腐食したようなね熱焼けの色はだいぶ落ちました。これだいたいね仕上げに3日ぐらいかけてやったんですけれども、まあ、当初のね茶色い状態よりはだいぶまともになったと思います。ただね、完全に取り切るというのはやはりちょっと難しいので、幾分ね、まあ、色の変わっているところはありますけれども、まあ、このぐらいの、ね、状態だとよしというような形に、したいと思います。ステーが結構ね、もらい錆になってたんで、この辺は塗装したりして、まあ、それ以上ね錆が進行しないような形にしておきました。ステンレスなのでこの本体自体はねそんなに、錆びないということではあるんですが、どうしてももらい錆なんかがねつくとそこからどんどん腐食が進行してしまうので、まあ、そのもらい錆の部分は落とすような形でね、仕上げていきました。ちょっとね角度いろいろ変えてみて、例えばねこの上の部分のこのパイプのところなんか結構ね点々と錆があったんですけど、この辺は、ポリッシャーで少し落とすというような感じにして、それで全体の磨き自体はこれピカールでも手で磨いただけでね、特にポリッシャーを当てて磨いたというようなことはやらなかったです。もう完全ね手動で磨いたということで、そんなにまあ、機械というかね、まあ、工具を使わなくてもこのぐらいのレベルまでは仕上げることができたので、まあ、個人的には良しとしたいと思います。実際装着するとね、まあ、要は こんなねこんな向きの感じになるんですけども、テールエンドはねこのぐらいの感じ、結構こう綺麗になったんじゃないかなと個人的には思うんですけども、リーゼのマフラーはね取り付けすると本当に ここしか見えないんですよ。ここしか見えなくて、この太鼓の部分なんか全然カバーされちゃって、見えないので、この辺にディフューザーがついて完全に中側になってしまうので、もう見えなくなってしまう場所なんですけども、この辺りもね、まあ、錆、もらい錆自体は少し落としといた方が耐久性にもね、まあ、影響出るかなというところで、
だいぶ手動でね磨き込んだというような感じになってます。テールエンド、この2本出しのね、テールエンド、かっこいいと思います。つけるのがね楽しみではあります。そして今回はね、まあ、ほとんどこの夜景に関してはこのサンポールを使って、きれいにしたというところです。それでもらい錆のちょっとひどいところはね、ペーパー当てたりポリッシャーで少し取ったというところではありますが、あとの磨きに関してはもう全部手動でこのピカールを使いました。ピカール、結構ね皆さんご存知だと思うんですけども、これらの、まあ、テールのこの、まあ、鏡面仕上げでねそういうのに使えますので、まあ綺麗にするにはね手軽なアイテムだと思います。このテールエンドもねもうちょっとしっかりと磨き込めばねもっと鏡面仕上げという形にはなるんですけども、まあやってたら本当にもうキリがないんでね、今回、まあ、このぐらいの形で、まあ、自分のねレベルでは良しとしたいと思います。そしてねまた後にはねこっちの方のエリーゼにね取り付けというようなことを やりたいと思いますので、またそちらの方の動画はねまた別の方に収めたいと思いますのでご視聴の方をお願いいたします。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。